漏れ出るファイアクリスタルの美味しさじゃない？ありというか、これが本質かもしかして。エッチなアイスなめお姉さん、木工がタコスより優れてる点が一つあって、バズリという光の裏には影があるんだよね。バズリ影金作。ET16 はやっぱり現用のレーサー行ってますか？え、なんも一切行ってないかも。ファイアクリスタルなんでおすすめ。あれか、あのファイア、レイノードファイアのところか。レイノードファイアの上のところかな。行こっかな。どこだっけ、こっちに黒煙あったよね確か。ここだよな。黒煙、黒煙。え、400で1、美味しくな。なんか耐久に粘るのかな。耐久プラに粘って渾身の一撃を与える。なんかギャザのさ、黒煙の掘り方検索しても俺の調べ方が下手だから出てこないんだよな。なんかだからなんか意外とこんなもんかってなるんだよな。え、どうなんだろう黒煙の効率的な掘り方。砂が高い高いって言われてもさ、わからんやんね。え、なんかいい掘り方あったらちょっとコメント欄教えてもらって。 GP 使わずに400聖戦。え、 GP 使わずに400聖戦。あ、400聖戦ってそういうこと。え、こういうことだよね多分。これで運ゲー。でも普通にトリアルはこっちの方がいいのか。なんか普通にファイアークリスタルを取るよりはこっちで No GP 2聖戦。確かにこっちいいね。で GP が余ったりとか耐久2になったらちゃんとガチ戦回しいいかもな。あ、これありだな正直。ありというか、これが本質かもしかして。え、これ楽しいか。じゃあこれ楽しいかもな。あ、これ自動で聖戦してくれる。 13? ファイアークリスタル熱くない？漏れ出るファイアークリスタルの美味しさじゃない？え、どっちかっていうとこっちが本懐の可能性ある。え、こっちうまいのでは。ファイアークリスタル金作か、これもしかして。これ砂暴落です。これ砂暴落です。いや、感謝だねこれ教えてくれて。 ET16 からはここおすすめ。え、でも掘り方もう知ったからさ、もう怖くなくね。もう何も怖くないかも。なんかここをさ元の姿に戻すのって強乳だったよな。普通になんか行月のフィナーレとかでいいのかな。あ、これで戻るんだ。何でも何でもいいんだ。来た、いた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 。エッチなアイスなめお姉さん来たー。うわ、かわいい。おるやん、エッチなアイスなめお姉さん。強乳最高、強乳最高。強乳ってこと？誰うますぎない。こんばんは。結局木工よりタコスの方がいいんですかね。俺のおすすめは木工だけど、これあれやね、戦闘リテイナーが肉めっちゃ持ってきすぎちゃって、今ねロネークの肩肉がね1200個あるんだよね。だからちょっとやらざるを得ない。俺の持論で木工がタコスより優れてる点が一つあって、錬成できるんだよね。タコスってそれ単体で完成しちゃうじゃん。そのタコスのメリットってリテイナーベンチャーで持ってくるものだけで完成する、まあ、黒麦はちょっと別として、リテイナーベンチャーで持ってくるものだけで効果が完成する点なんだけど、逆にいけば簡易製作が関与しないのよ。木工の釣り竿ってカザナルインゴットとクラロールナットとスターなんだけど、あれって加工品ばっかりじゃん。逆に言えば簡易製作し放題なんだよね。あ、でもそうだね、これはリテイナー20枠占有してる人ならこれやってもいいよねぐらいの感覚ではあるか。新式準備動画ちらほら上がってきて、 CP かなり漏れるロネークステーキ HQ を準備しましょうって言ってた。なんなら肩肉値上がるやないかいって考えました。確かに。逆にみんな動画でめちゃめちゃバズってるじゃん、肩肉売る側になったら熱くない？ロネークステーキ HQ を売る側にロネークステーキを提供するんだったらガチ熱くない？みんな戦闘リテイナーを上げよう。今から間に合うか分かんないけど、ロネークの肩肉はレベル96からだ。バズリの裏読み金作美味しそう。そう、バズリという光の裏には影があるんだよね。やっぱバズリ影金作。いや、ツイッターを見ることがやっぱり市場調査につながる。みんなも市場調査してこうな。アスコメです。この前まで生粋の戦闘民族だったんですが、最近いよいよギャザクラに手を出し始めたのはいいものの、いかんせんレベリング後の動きは分からないので、もしこれやっといた方がいいよってのがあったら教えていただけませんか。レベル100になった時のレベリング後の動きって話かな。多分レベリングは他の動画とかで学んで、こっからやること何かありますかっていう話だよね。
ってなると、まずあなたが一番最初に、ギャザクラ100になりました、一番最初にやること、まずツイッターに行きます。あのごめん、ふざけてるわけじゃないんだよ、これふざけてるだろカロナさんっていう方もいると思うんですけど、まずツイッターに行きます。そして耐久80マクロで調べる。で検索するとツイッターの有識者がこのマクロをずーって書いてくれてるので、これをコピペする。コピペしてこれを全部マクロに持ってくる、持ってきて貼り付ける。でなんかその装備も足りないと思うので、まあ、装備は買っちゃってもいい。レベリングまでお金の力で解決したのなら、もうちょっと延長線上でここら辺もお金にする。まずはこのツイッターでマクロを拾ってきて、この制作練習っていうのがあるのよ。これが素材を使用しなくてもこのマクロが正しいか、このマクロで HQ が作れるかどうかの判定ができるので、これを回してみて、うまく回せるようであればひたすらあとはマクロを回す。これがアイテムの作り方。最初は自分でマクロの大変ね、本当に。マクロはツイッターで採取する。これもギャザラーです。ツイッター地方に行くとね、あのマクロが結構自生してるので、ツイッター地方であのマクロは採取してきてください。ツイッターでマクロ採掘師になってきます。ありがとうございました。そう、マクロはねホリホリしたら採取するのがね一番いいからな。あとこれマジ地味な小技なんだけど、ギャザラーの豆テクなんだけど、なんか長時間アイテムで言うなら300個400個ぐらい取るぐらいなら、ここら辺にマーカーとか採取してすごい楽なんだよね。これおすすめです。今ミニマップ見るとどっちに A があってどっちに B があるかわかるから、 ABCABC ってぐるぐる回るのが迷子になりやすい人特有というか強くおすすめなんだけど。私もアイス、なんかこの人めっちゃ美人じゃない、この人めっちゃ美人なんだけど、笑った顔すごい綺麗、顔がね。 NPC 本当になんかストーリーで見るだけなのはさ、すげえもったいないよな。時計塔の麓で待ち合わせるララちゃんも好き。ちょっと行くか。でーれ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 ー、ここか。お、いた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 。かわいい。河内だね。誰待ってるんだろう、この子。こういうのにもストーリーがあるんだろうな。なんで待ってるんだろうね。誰を待ってるんだろう。いるの？もしかして。あ、いる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 。いる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 。画面の端っこに、いるいる。ほら、いる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 。後ろいるって。後ろいるって。お嬢さん？お嬢さん？あれ？あいつどこ行っちゃった？あ、いるよ。行け。行け。左左。左左。行け。左左。曲がれ曲がれ。ナイス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 。ナイスナイスナイス。いいよ。いいよ。いいよ。あれ？いない。え？どこ行った？あ、いる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 。おーい。おーい、いるって。あ、ちょ、ねねね。4時、4時。あ、わかったわかった。待って、わかった、わかった、わかった。わかったって。ねえ。ねえ、いるって。おーい。おーい。おーい。いるって。ねえ。兄弟なんだ。兄弟だから、ここら辺も息合っちゃうよって。そういうこと？止まってるわ。これお兄ちゃんに話さなきゃいけないんだ。おおお、逆行った、逆。走れ、走れ、走れ、行け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 、おおおおお、いた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 、うおうおうお、会えた。止まってない？何話してるんだろう。何の話すモーションとかもなく、バグった？でも話してる雰囲気ないからね。なんかあるんだろうね、ここら辺は。おもろ。おもろいね。